寺田屋ではでけえ魚を逃がしたもんだな、あんた。見回り組の邪魔が入ったな。連中は勝林太郎に動かされていたらしい。それで結局坂本龍馬の正体は分からずじまいか。なあ、あいつは何をしにまた京に舞い戻ってきたと思う。さあな。あんたは知っているのか。ああ、そいつを教えるためにあんたをここへ呼んだんだ。それにいよいよ時間がなくなってきたことも承知しといてもらいてえと思ってよ。時間？何のだ？この日本って国が自滅するまでの時間だよ。何？坂本龍馬はな、国中を巻き込んだ倒幕戦争の引き金を引きにこの京に来てるんだよ。坂本龍馬は今までずっと倒幕戦争、その下準備がと。どういうことだ。薩摩の西郷と長州の桂が手を結んだ。バラバラだった勤王の二大勢力が倒幕に向けて秘密同盟を組んだんだ。つまり薩長同盟だよ。薩長同盟。そいつを仲立ちしたのも坂本龍馬って男らしい。だがこの場合の坂本龍馬は例のあいつじゃねえ、お前さんだ。何？まあもっともその時お前さんはシラフじゃなかったかな。まさか。まったくよ、薩長のいがみ合いが一晩の酒で水に流れちまうとは思わなかったよ。だがな、そのバカバカしい話がこの国の内戦に火をつけちまおうとしている。そのきっかけを作ったのがお前さんだ。そこへ来てもう一人の坂本龍馬が火のついた薩長に油を注いでやがる。どうやって？やつはもう正真正銘の武器商人だ。これまで以上に英国の武器を大量に薩長へ流している。桂と西郷も倒幕戦の軍備に本腰入れ始めた。もういつドンパチ始まってもおかしくねえ。関ヶ原以来の血が流れるぜ。倒幕戦争か。坂本龍馬は武器を売って大儲けするだろう。日本人の血と引き換えにな。そして開戦前夜のこの国をよだれ垂らして見てんのが西洋列強だ。となればこの俺もそろそろ動くしかねえやな。あんたまさか例の計画をやる気か。日本中が焼ける前に今日の朝廷を滅ぼして戦を止める、この国を列強の侵略から救うためだ。本気で言っているのか。町の人間が何人焼け死ぬ。侍だけじゃねえ、女も子供もだ。それを焼き殺してどの口が国を救うためだと言える。何度も言わせるな。倒幕戦争が起ければもっと多くの人間が死んだ挙句異国に侵略される。そもそもお前さんが薩長の中を取り持ったせいだぜ。おまけに寺田屋じゃ例の坂本龍馬を取り逃がした。もう勢いづいた薩長を止めることはできねえ。なら薩長じゃなく幕府を止めるってのは。幕府を止める？ああ、幕府が。仮にだが薩長に白旗をあげれば戦争にはならないはずだ。幕府に白旗をあげさせるだ？300年この国を支配してきた幕府にか。いや
待て、薩長が戦争を引き起こす力を手に入れた今だからこそと、例えばそうだな、幕府の政権を帝に、うん、大政奉、幕府がこの国の政権を手放せばもう薩長が幕府相手に戦争を起こす理由はない。ここは一つ将軍に直談判でもして白旗上げさせてみるか。できるのか。できるわけねえ。だが斎藤をはじめ、いや坂本龍馬さんよ、あ俺か。これまで俺なりにあんたという人間を見てきたが、あんた以上に腕が立つ男はいない。それにあんたには。何を言ってるんだ。いやこれは今もし江戸城にいる将軍様に忍びであなあ龍馬さんよ、俺が江戸城には夜にでも何とかし生きて帰るな。だが将軍に大政奉還を。将軍の寝床に忍び。言い出しっぺはお前さんだぜ。それにもしこの大政奉還を徳川が飲めば、もう一人の坂本龍。どういうことだ。向こうは薩長を派手に引き込んで戦争の準備をさせてるんだ。だが戦争ってのは準備だけでも相当の金がかかる。その邪魔をされたとなりゃ例の坂本龍馬は黙っちゃいねえ。必ず何か動きを見せるはずだ。まあ無理にとは言わねえよ。そん時は計画通りに俺が今日を焼くだけだ。ただしあんたがもう一人の坂本龍馬を捕らえる機会は。俺は前にも江戸に行ったが。いいんだな。ああ上出来だ。だが江戸へ行くなら一晩待って、夜明け前に。今日のところはいつもど、どんしょか。観察の山崎進むに。なるほど。何がだ。山崎は昨夜豚所にある土蔵の中で殺されてた。何だと。お前さんが山崎の正体を知ったことで口を塞がれたってことが。もう一人の坂本。斎藤か。聞いたかよ、観察。ああ、豚所の中で仲間がやられるなんざだらしねえ。クソが。土蔵でやられたんだったな。そうだ、あんたも言って。いや、あいつどこ行ったんや。
斉藤、お前も山崎のこと。今の死体が山崎です。背中から心臓を一つ。昨日の夜中、気配を殺して山崎の背後に忍び寄ってってとこですか。平大使の仕業じゃないな。山崎ほどの男の背後を取れるやつ、もしくは山崎が気を許せる誰か。それじゃあ犯人はタイの幹部の誰かってことか。ええ、まあ、そういや昨夜斉藤さんは何してました？寺田屋に泊まっていた。そうか、それじゃ斉藤さんは犯人じゃないのかな。組の幹部が容疑者ならお前が犯人ってことも考えられるな。ああ、なるほど。そういやそうですね。気がつきませんでしたよ。斉藤君、なんだ。君に聞くのもなんだが、近藤さんはどうして。何？とぼけなくてもいい。君が近藤さんと会っている。会って何を話した？局長に。最近のあの人は秘密が。例えば君は薩長が秘密同盟を組んだって噂を知っているか。さあな、俺には関だが、近藤さんは知っているはずだ。そしてそれを黙って見ている人じゃない。あの人は私と違って国士だからな。国士？天下国家のために自分が何をできるかいつも考えている人間だよ。その近藤さんにとって薩長同盟なんてのは潰す以外に選択肢のねえ知るものだ。なのになぜ何も動き出さないのかと思ってな。この先近藤さんから何か聞かされたら私に報告し。俺は人と話したことを別のやつに漏らすような。あんたと話したことを近藤に。局長のことを知りたきゃ。
起きた。なんや、局長とおもろいことしようとしてるらしいの、はじめちゃん。何？とぼけんなよ。水臭いで。お、わしも一緒に行くで、江戸城。二人で将軍様に殴り込みと行こうやないか。断るといい。そん時は殺されに行くようなもんなんだぜ。せやからおもろいよ。それにもっとおもろいの。ああ、わしらの敵は同じ一番隊の隊長。わかった。だが出発は夜明けだ。なるほど。ほな、お互い夜明けまで、おた江戸城の将軍の寝床に押し込むんだ。上等や。新選組。せやけどお前は寺田屋に、あそこの女将とし、いや、そえ、なんでもね。そしたら夜明け、それまで。明日、夜明け前に宿を立つ。それまで寝かせてくれ。そらかまへんけど、朝立つんやったら今のうちにいろいろしたくせな。支度はもう済んでるん？ああ、大丈夫。ほな、夜明け。観察の山崎。え？例の坂本龍馬に口を塞がれたら、お前は大丈夫だと思うが、なるべく表には。別にうちはええんよ。いや、お俺の存在がお前を。そんなこと。明日、江戸に行く。用事が済むまでしばらく帰れない。江戸へ？けど、そんなことうちに言うてええの？土佐を抜けてから、俺が本当の名前を自分から。俺はもうここで隠し事をする気はねえ。それに江戸での次第によっちゃ、もう生きて帰ってくることもない。今度の江戸行きは何する気やの、はじめさん。
江戸城の将軍の寝床に直談判だ。幕府を見せじまい。まさか。冗談みてえな話だが、寺田屋に戻れなくなるとすると一つだけ心残りがあるんだな。心残り？あんたの作った飯、まともに味わったことがなかった。はじめさん、それを今度戻ってきた時の楽しみにとっておく。その時は頼めるか？死ぬほど食べさせてあげる。起きた。女と別れの挨拶は済んだんか？あんたの知ったこと。へえやないか。わしの方もあんたにこれ渡す。その手が。近藤さんからや。あんたの馴染みってのは。将軍に会えたらこいつを。はじめちゃん、お前これ読めるか？あちゃー、やっぱりあかんか。読み書きができないわけじゃないが、この字はさすがに読めない。達筆すぎるな。ほんまやな。将軍に渡すくらいやから近藤さんも気合い入れて書いたんやろが。おい、そこの前、これ読めるか？わ、私ですか？他におらんやろが。早く来いや。はあ、では拝見。何と言いますか、とんでもないことが。だから何やっちゅうねん。まずこの一番初めのこの一文ですが、1、天下の政権を朝廷に奉還せしめ、政令よろしく朝廷よりいずべきこと。何のこっちゃ。これは幕府の持っている政権を朝廷に返すってことです。こんな手紙持っているだけで幕府の人間に殺されますよ。ああ、それやったら問題ないわ。わしらがその幕府の人間や。まさか本当ですか？本当だ。それよりその先を続けてくれ。それじゃあ続けますけど、この手紙には全部で7項目の国への要望が書かれてある。国への？ええ、まず最初がさっき言った幕府の政権は朝廷に譲るということ。その後は政権を持った後の朝廷への手。どういう内容だ？ええ、箇条書きですが、まず議員というものを置いて話し合い、異国との不平等条約を改定すること、国の憲法を
都を守る兵を組織すること、金銀を異国と同じ値段にすること、以上、最初のと合わせて7つです。要するに新しい国づくりへの要望書ってところか。そしたらここに要望を書いたら徳川将軍が聞いてくれるいうことか。いや、聞くのは政権を返された後の朝廷ってことだろう。将軍でも朝廷でも構わんわ。わしらもなんか書いたるやないか。何？命がけでこの手紙将軍に渡すのはわしらなんやで。ほんなら新選組の隊長に一生楽できる金を払うことってなどや。新選組の隊長？あなた方そうなんですか？そや。せやからお前今言うたの手紙に書き足せや。一つぐらい足したってかまへんやろ。でも人の手紙を勝手に書き足すなんて。どうせ金をくれと書いたとこで将軍にも朝廷にも無視されるだけだ。私もそうだと思います。お前は黙っとけ。ほな、はじめちゃんやったら何を書く？こんな機会めったにないで。国への要望なら平等な世の中にしろとかな。ああ、俺の国じゃ生まれた階級だけで人間扱いされなかった。階級に縛られ尽くした土地だったんでな。土佐っちゅうことかいな。アホくさ、そら武士の話やろうが。局長も副長も元は百姓やで。人間扱いされん連中なんぞ武士以外やったら山ほどおるわ。ああ、あんたの言う通りだ。せやけど平等な社会なんぞわしらに一文の得もないやないか。俺にはある。それが実現すればおやすさんに胸張ってあの世で顔を合わせることができる。何やそれ。そこのあんた、今言ったことを手紙に書き足してくれるか。どういう風にでしょう。どんなに身分が低かろうが階級を超えて人材と認められるように。武士だけではなく町人も百姓も女も誰もかもだ。そして身分が高く生まれただけの人間に好き勝手させないようにしろとな。なんですって。ったく、ほんだ何や。それこそ私も望んだ日本の新しい時代です。そうですよ。だから今日まで私は今日にいたんだ。新しい時代が今まさに今日で作られていると聞いて。ですが私は剣がからっきして志半ばこの船に。なあ、その志を書いてくれ。文章はあんたになら任せられそうだ。はい、喜んで。有罪の苦行諸侯及び天下の人材を顧問に備え感触を賜い、よろしく従来有名無実の官を除くべきこと。俺たちが目指したものがここにある。そうだよな、
おやっさん。何者か、ご判明とお名前を申されよ。ご判明とお名前を申されよ。ここをどこと心得る。十五代将軍徳川慶喜公に会いに来た。開門願いたい。止まらんか。これ以上近寄れば賊とみなす。将軍に伝えたいことがある。お目通り許されたい。イカれてんのかこいつ。アマワン行ったて。この国の存亡に関わることだ。そっちがその気なら力ずくでも取り継いでもらう。無駄や無駄や。せやから言うとやないか、はじめちゃん。起きた、待て。鼻から運動無用やったんや。バカな。ドカーンと行くで。たらすんねえ、はじめちゃん。さっさと将軍様を叩き起こすんや。あんたは張り切りすぎだ。さすがに徳川将軍のお膝元だ。歯ごたえがありそうだぜ。それでこそ江戸まで来た甲斐があるってもんだ。行くぞ。起きた。待ってるい。Tough!
Thank you.
Yeah.
Yeah!
上様、やつが例の賊にございます。見ればわかる。太刀を持て。はっ。恐ろしく手だれの者たちでございます。たった二人でここまで。その方、何が目的だ。あんたが徳川将軍か。なるほど、俺の顔も知らんか。だがたった二人でここまでたどり着いたのは見事だ。お前の狙いはこの慶喜の首か。いえ、俺たちは上様に聞いていただきたい話を持って参上しました。ご無礼は承知の上ですが、この国を救うためです。たわけが。賊が偉そうに何を抜かすか。お前は下がっている。お前たちも手を出すな。上様。徳川開幕以来300年、将軍の首を狙う賊は何人もいた。だが今度の賊はこの俺に国を救う話を聞けという。徳川の世はそこまで衰えたか。俺に話を聞かせたいのなら聞く耳を持たせてみろ。安心してかかってくるがいい。一度命令を下した以上、この者たちはたとえ俺が死んでも手は出さん。それが上様のお望みなら。遠慮は無用だ。お前も国を救うというならそれに準ずる覚悟もあるのだろう。だが俺も伊達に将軍を名乗る男じゃないんでな。行くぞ。ハ
あなたを切ったところで徳川は滅びない。頭をすげ替えて存続するだけだ。今それを倒すために勤王派が戦争の準備を始めている。薩長同盟のことを言っているのか。そのことはご存知なんですね。当たり前だ。衰えたとはいえ徳川の密偵は至る所に潜り込んでいる。今その薩長と英国のグラバーって武器商人とをつなぐある男がいます。そいつは最新式の武器を船で運び薩長を倒幕に焚きつけている。おそらく薩長の開戦準備は上様が考えているよりも進んでいます。もういつ火の手が上がってもおかしくはない。バカな連中だ。今日本人同士で争っている場合じゃない。だがお前も薩長の一味なのか。俺は日本人同士の戦争を避ける案を申し上げに参っただけです。戦争を避ける策。これは上様、こんな賊の言うことを聞く必要などありませんぞ。聞かなければこの男に切られるだけだ。もちろんお前も。そんな。おう、くっちゃ進んだね、はじめちゃん。こっちももうすぐ済む。大数奉還。この俺に徳川300年の幕を引けというのか。それを決めることができるのはあなただけです。ここでの返事はご無用。あなたがそれを読んだ時点で俺たちの用事はもう済みました。一、有罪の苦行職を及び天下の人材を顧問に備え官爵を賜い、よろしく従来有名無実の官を除くべきこと。この国の階級社会を潰せばどんな混乱が起きると思う。混乱するのは今まで階級社会にあぐらをかいてきたほんの一握りの連中だけです。なるほど、確かにそうかもしれんな。上様、
なりませんぞ、そんなことは。どうか冷静なご判断を。その方、名を何と申す？土佐藩士坂本龍馬。坂本龍馬。なあ、はじめちゃん、わしらもしかしてどうえらいことやったんとちゃうか？さあな、ただこれで例の坂本龍馬が動き出すはずだ。まさか徳川が政権を返上するとはな。こうなると桂と西郷も倒幕戦争を引き起こすだけの口実がない。少し面倒なことになったな。大政奉還の裏にいたのは新選組と例の斎藤はじめ。やはり坂本龍馬は二人もいらないな。そうは思わんか、坂本さん。まあいい。薩長にはあんたが流してきたイギリスの武器で軍備を整えさせてきた。幕府にその気がなくても戦争の火種をつけてやることは簡単だ。やはり新選組を使う時が来たな。桂小五郎と西郷吉之助による薩長同盟は幕府打倒へと大きく歴史を動かそうとしていた。その裏にはもう一人の坂本龍馬が暗躍し、日本中を戦火に包む倒幕戦争の引き金に指をかける。近藤勇は言う。今日本人同士で血を流せばこの国を異国の侵略から守る者もいなくなる。龍馬は沖田総司と共に江戸城を襲撃し、大政奉還を進めることで倒幕戦争を阻止。同時にそれはもう一人の坂本龍馬へ宣戦布告でもあった。その報復がどのような事態を引き起こすのか、龍馬はまだ知らない。言うこっちゃ。そんな、近藤さん、間に合わなかったってのか。身ぶろめ、とうとうやりよった。むちゃくちゃにも程があるわ。
町に火つけて回るなんて狂気の沙汰や。あいつら一体何のつもりやねん。おい、今の話本当なのか。何ですかお侍は。これが身風呂新選組の仕業だってのか。ああせや、あの浅木色の連中が方々で火つけて回っとる。うちもこいつもみんな見とるんや。くそ、ちょっとはじめちゃんどこ行くんや。いや、だが置き手紙があった。ほなら、まあ人はしたら。ああ。ほな、行くで。どないしたん。ほら、早よ行くで。どこ行くねん。ことになっとるの。新選組がやってやと。大使の一人でもおったら何か聞けるんやけど。お気に。考えてもしゃあない。はよ、イサミちゃんとこ行くで。きっと両手におるはず。火つけたとこは用済みってことやろか。どこ行く気や。京都見回り組の佐々木班で。何の用かやと。決まっとるやろ。何が目的か知らんけど、聞く耳なしやな。クソ、やったれ。本気で行くで。
た来るのかい。こんな暇あったら火消せんか。逃がすか。くそ。しゃあない。他はわしが引き受けたるから、はじめちゃんは勇みを探すんや。わかった。まあ、さあ、わしが相手したるから、かかってこいや。隊長、この辺の家の金目のもんは。おう、じゃあここらも用済みだ。待て。なんだ、斎藤か。春田、今日へ火を放て。近藤局長からの命令だ。各隊長へ伝令があっただろうが。やはり。いよいよ新選組が今日のその野望の果てが火事場泥棒か。どこまで。どうせ燃えちまうんだ。灰にするより。なんだあんた、身風呂が今さら正義の味方気取りか。あんたとは一度やり合わなきゃな。それにこの火事場だ。どういう意味だ。新参者のあんたにいいとこ持ってかれねえで済むってことだ。お前は、あ、実戦じゃこっちの方が相手に届く。どうやら。そうだ。なんだ。自衛官出身で一番強えのは沖田でも長。なぜそう言う。そりゃな。勝つためなら何でもする。流派や誇りを捨てることが。なるほどな。お前には剣がどうして。そう。Mm-hmm.
Right here.